何してんだ、早く来いよ。待ってよ、リーダ兄ちゃん。疲れたよ、ちょっと休もうよ。何言ってんだ、大司教様のミサが始まっちまうぞ。大司教様のお話から試験問題が出るって噂もあるんだぞ。脳が揺れたみたい。でもなんかスカッとした。さ、やろう、ビシッとね。昨晩あやかしに襲われたという輩が乗り込んできてな、先刻からずっとああしてうるさく怒鳴り散らしている。シャモン様にまで迷惑をかけて満足か。バカなことをして。しばらくここでかくまってくださいね。あの男しつこくて。何にします？え？ああ、何でも。それじゃあ、私のボトルお願い。はい。いや、いいんですよ、お客さんは私の弟ってことになってるんですから。残白刀は本能のままに死神から解き放たれたと聞く。ならば氷輪丸、お前の本能とは何だ？我の本能。そうだ、お前の本能、お前の魂が求めるものとは何なんだ？その結果、闇の勢力は封印されたということになっている。つまり我らの目的は七人の戦士の末裔を見つけ出すことだ。ネネという一大勢力に対抗するために。あんたまでそんなこと。私はね、死を愛してる、孤独を愛してる。だからこそたった一人の妹まで殺せたのよ。ね、そうでしょ。私はルルダを倒す、ただそれだけ。ただ、相良さんが僕の立場だったら、そう思うの？思えるの？その人のこと好きなのに、その人が悲しい目に遭って、チャンスだなんて。迂闊だった。こんな山奥で盗賊に出会うのは妙だと思っていたんだ。奴らは最初から狙っていたんだ。山奥のろくに人も訪れない、逃げ場もないあの町を。だが町に妖魔がいることを知って手を出せずにいたんだ。おっと、俺は怪しいものじゃない。弱き者の味方だ。ピンチになったらその笛を吹くといい。俺じゃねえつってんだろうが。え？やってみろクソ野郎。いつ死のうがあんな最低の気分はもう真っ平だ。殺すなら殺せ、死刑にするならしてみやがれ。俺は最後まで俺のルールを貫いてやる。意識だけ電脳空間に行ってしまって肉体と切り離されてしまったらどんな感じなんだろう。意識は残ってるから痛みとか苦しみとか気持ちはずっと残り続けてるのかもしれない。ワノマは戻ってこない。そうだ、お修兄さんだって戻ってこなかった。それは認めたくない現実。おさむ兄さんは死んだ。ワームモも死んだ。僕が死なせた。一番憎んでいたはずの兄さん、一番取るに足らない存在だと思っていたワームモ。チビ、俺エルさんが悪いやつだなんて信じられないよ。ここの人たちも嘘言ってるとも思えない。誰を信じていいのか、どうすればいいのかわからないんだ。チビ、俺どうしたらいいと思う？スカートはもう一度退治しなきゃならねえな。真相を確かめるの？それもあるけど、もう一つ、ホムンクルスをおびき出す。え？奴らは俺に死なれちゃ困るんだ。だから俺がスカーに襲われて危機に陥ったら。もう一回特力系の連中のところに行ってみろよ。え？どうせお前のことだ。特力系の連中と何かやりたいって意地張って喧嘩になったんだろ。夏目すごい、どうしてうちのことわかるんや。アリスか？んなわけあるか。すみません、泉さん、今まで挨拶もせずに。でも泉さんを吉高の手から救い出すにはこうするしかなかったんです。途中で気づかれたら吉高からどんな妨害を受けるかわからなかったので。もう大丈夫。結構だ。我が輩たちは自宅で取るから一人で行くがいい。
それに貴様の顔を眺めながらの食事なんぞ、全部コーヒーの味になりそうだ。ごちそうする。おごる。節約になる。節約は素晴らしい。家を一歩出たらいつでも戦場なんだ。これくらいの備えは当たり前だ。いつの間に？ピロシ、ノートだ。ちょうど結成時のメンバー分。フェイタン、フィンクス、マチ、ノブナガ、シャルマーク、フランク。信じて受け止めてくれる。遅かったね。パンでいい？コトコは？デートだってさ。あいつが？誰と？さあ、めかし込んで出かけてったよ。私はザギから放逐された。ムランリグにはもう戻れない。もう死んだも同じなのだ。でも生きてる。お前は死んでない。黙れ。お前に私の何がわかる。ザギは、あの人は、あいつらもう何ととなく雲の上まで登ってる。でも忘れちまうんだ、電解音で。ここは懐かしい。俺の子供の頃の遊び場だ。これは感染魔法。相手が身につけていたもので肉体を操ることができるという基本魔法さ。感染魔法から身を守る方法はただ一つ。髪の毛一本残さず部屋の掃除をすること。あ、ここテストに出るからな。あんたが生まれた日のこと今でも覚えてるわ。生まれたあんたはちっちゃくて可愛くて、守ってあげなくちゃって思った。私には子供はできなかったけど、あんたのこと本当の息子みたいに思ってるのよ。あなたたち神楽の人々のことを私は決して忘れません。私がこのように動けるようになる今日のこの日まで、本当に心を尽くしてくださいました。ロベルト、よく聞け。コバスを失った時も、犬のオスを助けられなかった時も、俺は悔しくて仕方なかった。だからそんなことは二度と繰り返さない。仲間は、友達は俺が守る。来てくれてありがとう、ネウロ。これでゆっくりあんたを切り刻んで細胞を観察できる。今日は上等な刃物を用意したよ。大したことないね。中学生の僕を三振に取れないんだから。何？中学生？でもなんとなく気に入ったかな。人数少ないし、 OB や指導者が口うるさい伝統校じゃないし。うん、僕は青春に進学してここで野球をやることに。